ラクダルカちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるや皆さんこんにちは中見ゆきですこんにちはカッチャンですはいそして今日は真ん中に。

あの本当に体力だけが取れるので,、はい、でその合間にね,、はい、ねいろいろな、まあ、ラジオとかテレビとか、はいね、行ってらっしゃるんですすよねありがとうございますしかも先生、はい、あれですよね今回 CM ソングも作られてますよね。い、えーはい、大阪はですね住吉大社のコマーシャルソングが6月からオンエアされていますんで「はい、ハートフルホスピタル」新曲の「この場所からずっと」という歌が、えーまあ、主にですね関西テレビさん中心にオンエアされていますのでぜひ皆さんチェックしてください <laughs> お願いします <laughs> <laughs> いやいやいやちゃんとお医者さんとしての仕事をきちんとこなしながらそこまでされてるっていうのはすごいですよね。はい、いや本当にあのまあ実際に患者さんだったり、えー、患者さんのご家族だったりまた病院の、えー、先輩後輩いろんなスタッフに応援していただいて、はい、こういった活動ができているんで、まあ本当にこれからも心と体が続く限り続けたいなと思っていますいやそれはねねあの、まあ、応援していただいてるっていうよりも、うん、やっぱり先生の ね、まあ心をはいをね、まあ何かこう感じるものがあって、それでみんな応援したくなるんじゃないかなって僕は思うんです。ありがとうございます。そうですよね、みんな惹かれるんですよ先生。いやもうこの大きな顔、ぜひ画面から溢れてませんか。はい、あのすいません、溢れてた、すいません。ありがとうございます。本当にね、まあ正直だしね。でやっぱりね優しいよね。ありがとうございます。本当になんかもう溢れてます先生優しさそうですか。うん。 溢れてまーす。<laughs> あの、すいません、本当に。はい、いやいや、でね、曲もね、はい、すごくユニークな歌から、しっとりとした歌。はい、私も先生の曲聞いて、何回も泣いちゃったこともあるし。うん、な、なんでこんな素敵な歌が歌えるんだろうと思って。いや、あのー、もう、僕が。 歌ったり作ったりしてるんですけど実際に僕が作ってるんじゃなくて本当に病院というのはあの中さんもかっちゃんもご経験あると思うんですけど本当にいろんな患者さんがいてその患者さんのことを大切に思う家族がまた後ろに何人もいてでそういった方々のいろんな思いがいっぱいいっぱいあふれた場所なんでそういった現場に触れるたびに、えー、心打たれることは何度もあるんですけどそういったことを形にして一人でも多くの方に聞いてもらって。 ももっともっととみんんななが医療現場に対するいろんな思いろ思をです、ね、共有して何か感じていただければいいなと思って作ってるだけなんで、うん、まあ僕が作ってることは作ってるんですが実際にその場をいつもいつも、えーまあ、作っていただいているのは患者さんであって闘病中の患者さんであってまたご家族であってそういった方々がいるからこそ歌ってています。 いけるんでああってまあ、もちろん僕が作ってるんですけど患者さんやご家族が作っていただいているというふうに捉えてもらった方がいいと思いますね。うん、はい,いやだってなかなかそういうふうに動けないでしょだって先生本当にボランティアでいろんなことされてるじゃないですか、はい、そうですね歌にしてもね、はい、ねあのお聞きしたところによると c d の収益金は。うん ね、全部寄付されてる、ね。そうですね。うん、今までの CD の収益、まあこれからもそうなんですけど、うん、全部まあ臓器移植ネットワークさん、うん、骨髄移植推進財団さん、うん、あとまあ僕自身が普段一番接する機会の多いまあ人工透析をされている患者さんの団体である全国腎臓病協議会に、えー、寄付させていただいてますね。うんうん、はい。そうですか。で、まあ今回のね、その大阪でのライブがあるということで、はい、こちらの方もなんと皆さん無料で。 見ることができるんですぜひ先生のご好意でいやとんでもないですなかなか普段あの病院の先生に聞けないことそういった質問コーナーもありますのでもう本当に医療現場の表と裏裏の裏あまり良くない話から面白い話まで何でもしゃべりますんでぜひ皆さん聞いてくださいって素晴らしいよねその30分公演でですね30分質疑応答があって30分演奏なんですよねはいもうフルコース食べるようなもんよねありがとうございますよねは皆さんぜひ行っていただき 期待です、はいえー、8月24日、えー、大阪の住吉大社でありますからね皆さん詳しくは、えー、ハートフルホスピタルのブラウグ、えー、またはホームページの方にね、はい、このままご覧いただいた後とそのまますぐアクセスしていただきましたお願いします詳細分かりますから、はい、ぜひ無料です、はい、<laughs> この感動をみんなで味わいようじゃないですか。<ー> <laughs> ということでですねあのラジオの方でも先生出演いただいてるんですよねはい、はい、ラジオ大阪一三一四毎週水曜日の5時四十五分から夕方の5時四十五分からお送りしておりますこちらの方もお聞きくださいね、えー、それでは皆さんまたお会いしましょう先生もまた来てくださいねはい、はい、ではさようなら,さようなら